皆さんこんにちは。今回もご視聴くださいまして誠にありがとうございます。以前平成30年度2018年度の国土交通省の資料によって日本の鉄道会社176社をランク付けした動画を配信いたしましたが、今回は令和元年度2019年度のランキングをご紹介したいと思います。数が非常に多いので今回も長い動画になりますが、最後までよろしくお付き合いください。さて、今回のランキングのルールは基本的に前回と同じですが、もう一度ここでご説明させていただきます。数値は国土交通省が発表いたしました令和元年度2019年度鉄道統計年報から抽出。ランキングに含まれるのは旅客鉄軌道事業者、一般鉄道、路面電車、モノレール、ケーブルカーのカテゴリーに含まれる全176社となります。鉄道施設の保有管理のみを行い、列車の運行を行わない第3種鉄道事業者には自治体、例えば青森県、京都府なども含まれるため、こちらはランキングから除外いたします。ランキングはこちらの3つの数値を利用いたします。まず1つ目に輸送密度、平均通過人員とも呼ばれまして、 1km あたり1日の輸送人員となります。これは路線距離に関係なく路線の輸送規模を測ることが可能な数値です。2つ目に営業係数です。これは100円稼ぐのにいくらかかるかという数値です。数値が2桁、つまり100未満だと黒字、3桁、100以上だと赤字ということになります。そしてキロ当たりの損益です。これは企業単位の損益ですと規模の大きな企業が有利になるため、損益を路線距離で割り込んだ数値といたします。そしてこれら輸送密度、営業係数、キロ当たりの損益をそれぞれ順位付けして、その順位を合計した数値の低い方から上位にランキングします。自治体からの補助金などで損益が調整されているケースもあります。また多少数値がおかしなところもありますが、すべて国土交通省発表の数値に基づいておりますので、その旨ご了承ください。それでは下位176位からご紹介してまいります。176位は紀州鉄道です。合計ポイントは514ポイント。昨年の順位は159位でしたので、大きく数値を落としまして、今年は最下位となりました。路線距離では柴山鉄道の方が短いのですが、単独の鉄道としては実質日本一短い路線と言っても良いと思います。続きまして、175位は阿佐海岸鉄道で、合計ポイントは502ポイント。前回の順位が176位で最下位でしたので、最下位を脱出し、一つ順位が上がりました。この鉄道会社では最近 DMV を投入いたしました。これが起死回生となるかどうか今後注目です。続きまして第174位は東海交通事業、城北線です。合計ポイントは488ポイント。前回の順位が175位でしたので、こちらも順位を一つ上げています。賃借料を払い終える2032年頃までは残念ながらこのままの状態が続くのではないでしょうか。続きまして173位はいすみ鉄道で、これは前回と順位は変わりません。合計ポイントは480ポイントです。国鉄時代の旧型機動車の観光列車でおなじみですね。続きまして172位、こちらは柴山鉄道。前回の順位が172位でしたので、こちらも順位は変わりません。合計ポイントは476ポイントです。成田空港の地下を走り、成田空港の両側を結ぶ路線。こちらは基本的に京成電鉄と運用は一体化されています。続きまして第171位、銚子電気鉄道、合計ポイント473ポイント。前回の順位が175位でしたので順位を4つ上げています。この鉄道会社は本業は米菓製造業となっています。濡れせんべいやまずい棒の頑張りで鉄道を維持しています。続きまして第170位は能登鉄道、合計ポイントは467ポイント。前回の順位が171位でしたので順位を一つ上げています。観光列車能登里山号を運行しておりますが、なかなか厳しい経営状態が続いています。第169位はスカイレール緑坂線、合計ポイントは466ポイント。前回の順位が170位でしたのでランクを一つ上げています。ご覧のようにロープウェイとモノレールを組み合わせたような珍しい新交通システムとして知られています。第168位は会津鉄道で、合計ポイントは465ポイント。前回の順位が157位でしたので大きくランクを落としています。
伊予鉄道、東武鉄道と相互乗り入れを行い、観光客に非常に人気の高い路線です。続きまして第167位は由利高原鉄道です。合計ポイントは463ポイント。前回の順位が169位でしたので順位を2つ上げています。晴れた日の鳥海山の景色が非常に美しい路線です。続いて166位は秋田内陸縦貫鉄道で、合計ポイントは457ポイント。前回の順位が168位でしたのでこちらも2つ順位を上げています。観光名所としても人気の高い角館で秋田新幹線に接続していますが、厳しい経営状態が続いています。次に第165位は楽天地、合計ポイントは452ポイント。前回の順位が144位でしたので21ランクを下げています。こちらは別府にある遊園地へのアクセス線としてのケーブルカーを運行しています。第164位は野岩鉄道で、合計ポイントは451ポイント。前回の順位が162位でしたのでランクを2つ下げています。建設予定線だった未成線の野岩線を引き継いだ第三セクターで、こちらは先ほどご紹介した会津鉄道、そして東武鉄道と相互乗り入れを行っています。第163位は北越急行で、合計ポイントは450ポイント。前回の順位が164位でしたので順位を1つ下げています。特急白鷹が運行されていた頃、大変高収益の路線として知られておりました。その当時の収益を資産運用し、現在は厳しい経営状態になっておりますが、その資産運用で路線を維持しています。続きまして第162位は長良川鉄道で、合計ポイントは450ポイント。前回の順位が163位でしたので順位を1つ上げています。その名の通り長良川の車窓が非常に美しい路線です。第161位は錦川鉄道、合計ポイントは449ポイント。前回の順位が160位でしたので順位を1つ上げています。第三セクターの鉄道事業者としては比較的良好な経営状態にあります。第160位は南阿蘇鉄道、合計ポイント449ポイント。前回の順位が167位でしたので順位を7つ上げています。熊本地震で大きく被災し、未だに部分営業ですが、2023年に復旧される見込みです。続きまして第159位は明知鉄道で、合計ポイントは446ポイント。前回の順位が166位でしたので順位を7つ上げています。リニア開業に合わせて SL 列車運転構想がありますが、そのリニアがいつやってくるのか、このあたりが不透明です。第158位は山満ユーカリが丘線で、合計ポイント445ポイント。前回の順位が145位でしたので順位を13個下げています。完全民間の新交通システムとしては西武山口線とこのユーカリが丘線のみということになっています。続きまして第157位は渡良瀬渓谷鉄道で、合計ポイントは445ポイント。前回の順位が161位でしたので順位を4つ上げています。非常に風光明媚な路線で、特に桜と紅葉のシーズンは絶景です。第156位は平成筑豊鉄道で、合計ポイントは444ポイント。前回の順位が153位でしたので順位を3つ下げています。国鉄の3つの路線を継承した第三セクターで、門司港レトロ列車の運行も行っています。第155位は青函トンネル記念館、タッピ社交線です。合計ポイントは441ポイント。前回の順位が165位でしたので順位を10個上げています。こちらは青函トンネル建設に使われたケーブルカーを観光利用しています。第154位は三陸鉄道で、合計ポイントは434ポイント。前回の順位が158位でしたので、順位を4つ上げています。三陸海岸沿いの路線で、第三セクターとしては最長距離を誇ります。第153位は大山観光電鉄で、合計ポイントは432ポイント。前回の順位が147位でしたので、ランクを6つ下げています。こちらは小田急グループ所属の大山ケーブルカーの事業者です。続きまして第152位は皿倉登山鉄道で、合計ポイントは429ポイント。前回の順位は62位でランクを90下げています。こちらは前回のランクで明らかにおかしい数字、輸送密度22万9000というのがありまして、そのためにランクが非常に高くなっておりましたが、今回は適正な数値が入っておりますので、しかるべき順位にランクされたというところです。続きまして第151位は肥薩おれんじ鉄道。合計ポイントが426ポイントで、前回の順位が154位でしたから順位を3つ上げています。全線電化されておりますが、すべて機動車で運行されています。
電化設備は貨物列車のために残されています。続きまして第150位は御嶽登山鉄道で、合計ポイントは421ポイント。前回の順位が137位でしたのでランクを13下げています。こちらは青梅にある御嶽山へのケーブルカーで、KO グループ所属の事業者です。続きまして第149位は岳南電車、合計ポイント421ポイントで順位は前回と変わりません。日本夜景遺産に認定された初めての鉄道路線でもあります。次に第148位は土佐くろしお鉄道で、合計ポイントは421ポイント。前回の順位が141位でしたので順位を7つ下げています。四万十くろしおラインと五面なはり線の2つの路線を経営する高知県の第三セクターです。続いて第147位は上田電鉄で、合計ポイントは420ポイント。前回の順位が112位でしたので、順位を35下げています。地元での通勤通学、そして別所温泉へのアクセスに使われるローカル線です。続いて第146位は真岡鉄道で、合計ポイントは420ポイント。前回の順位が140位でしたので、順位を6つ下げています。関東地方で気軽に SL に乗ることができる路線として知られています。続きまして第145位は北条鉄道で、合計ポイントは420ポイント。前回の順位が150でしたのでランクを5つ上げています。こちらは旧国鉄北条線を継承した第三セクターです。続きまして第144位は丹後海陸交通で、合計ポイントは418ポイント。前回の順位が92でしたのでランクを50に下げています。こちらは天橋立の北側、笠松公園へのアクセスルートとして知られています。別名笠松ケーブルとも呼ばれます。第143位は福井鉄道で、合計ポイントは416ポイント。前回の順位は156位でしたのでランクを13上げています。起点である越前竹舟の駅名は北陸新幹線に譲り、2023年に新しい駅名に変わる予定です。第142位は上毛電気鉄道で、合計ポイント410ポイント。前回の順位が146位でしたのでランクを4つ上げています。前橋を起点とするローカル施設ですが、起点の中央前橋駅は JR 前橋駅から1キロほど離れた場所にあります。続いて第141位は茨原鉄道です。合計ポイントは410ポイント。前回順位が155位でしたので順位を14上げています。こちらは未成線の国鉄茨原線を引き継いだ第三セクターです。第140位は天竜浜名湖鉄道で、合計ポイントは410ポイント。前回の順位が142位でしたのでランクを2つ上げています。こちらは静岡県の第三セクターで、浜名湖の北側を通る路線を運営しています。続いて第139位は垂水鉄道です。合計ポイント410ポイント。前回の順位が134位でしたのでランクを5つ下げています。かつては貨物輸送がありましたが、それが廃止されて以降非常に厳しい経営が続いています。第138位は山形鉄道です。合計ポイントは410ポイント。前回の順位が152位でしたのでランクを14上げています。沿線に花の名所が多いため、フラワー長井線という名前が付けられています。第137位は近江鉄道です。合計ポイントは409ポイント。前回の順位が132位でしたのでランクを5つ下げています。こちらは現在上下分離方式での路線維持に向けて、県や沿線自治体で協議が続けられています。第136位は熊川鉄道で、合計ポイントは409ポイント。前回の順位が151位でしたので、ランクを15上げています。豪雨被害で現在運休中ですが、復旧自体は決まっています。ただ時期は現在のところ未定です。第135位は万葉線で、合計ポイント403ポイント。前回の順位が139位ですので、ランクを4つ上げています。市内では併用軌道、郊外では専用軌道にて運行されています。続きまして第134位は一畑電車で、合計ポイントは401ポイント。前回の順位が143位でしたのでランクを9つ上げています。松江新宿温泉、出雲市、出雲大社などを結ぶ、通称バタ電という名前で知られています。第133位は JR 北海道で、合計ポイントは400。前回は138位でしたのでランクは5つ上がっています。しかしながら経営状態は非常に厳しい状態が続きます。順位が5つ上がりましたが、状況は大きく変わっていません。北海道新幹線札幌延伸で大きく変わるかどうか、そして鉄道外事業をどこまで伸ばせるかがキーポイントです。第132位は函館市企業局交通部で、合計ポイント397。
前回の順位が135位でしたのでランクを3つ上げています。札幌市電とともに北海道遺産に選定されている路面電車路線です。第131位は島原鉄道です。合計ポイントは397ポイント。前回の順位が148位でしたのでランクを17上げています。明治に創業した鉄道会社の中で社名を変更していない3つの会社の一つだそうです。第130位は道南いさりび鉄道で合計ポイントは392ポイント。前回の順位が136位でしたのでランクを6つ上げています。本州と北海道を結ぶ青函貨物ルートの一翼を担っています。第129位は岡山電気軌道で合計ポイントは389。前回順位が118位でしたのでランクを11落としています。黒電車、チャギントン電車など水戸岡デザインのユニークな路面電車が走ります。第128位は JR 四国です。合計ポイントは384。前回順位が131位でしたので順位を3つ上げています。とはいえ新幹線建設といった大きなプロジェクトもなく非常に厳しさを増す経営状況にあります。続きまして第127位は津軽鉄道で合計ポイントは384ポイント。前回順位が114位でしたのでランクを13落としています。ストーブ列車でおなじみの路線、太宰治の生家が近い金木駅や桜の名所芦野公園なども見どころです。続いて第126位は越前鉄道で合計ポイントは380ポイント。前回の順位が129位でしたのでランクを3つ上げています。京福電鉄の路線を引き継いだ福井県の第三セクターですね。続いて第125位は和歌山電鉄で合計ポイント377ポイント。前回の順位130位から5つランクを上げています。猫の玉駅長、水戸岡デザインの電車が訪日外国人にも非常に人気の高い路線です。続きまして第124位は越後ときめき鉄道で合計ポイントは373ポイント。前回の順位が133位でしたのでランクを9つ上げています。観光列車雪月花を走らせるなど観光の取り組みにも注力しています。続きまして第123位は箱根登山鉄道で合計ポイントは370ポイント。前回105位でしたので18順位を下げています。粘着式の鉄道としては日本最急勾配の路線としてもおなじみですね。第122位は伊賀鉄道です。合計ポイントは370ポイント。前回の順位が120位でしたのでランクを2つ下げています。こちらは近鉄傘下の路線ですが、鉄道施設は伊賀市が所有する上下分離方式をとっています。第121位は流鉄です。合計ポイント369ポイント。前回順位124位から3つランクを下げています。こちらは民鉄協会に非加盟で大手の系列でもない完全独立系の鉄道事業者です。続きまして第120位は三義鉄道、合計ポイント368ポイント。前回の順位は127位でしたのでランクを7つ上げています。三重と岐阜を結ぶことからこの路線名が付けられたそうです。第119位は北陸鉄道です。合計ポイントは361ポイント。前回123位からランクを4つ上げています。かつては石川県各地に路線を持っていたのですが、現存するのは2路線のみとなっています。第118位は阿武隈急行です。合計ポイント361ポイント。前回順位111位から7つランクを下げています。こちらも未成線を継承した第三セクター鉄道です。続きまして第117位はウィーラートレインズ京都丹後鉄道で合計ポイント361ポイント。前回126位からランクを9つ上げています。鉄道施設は第三セクターが所有し、ウィーラートレインズは運行のみを行う上下分離方式が取られています。続いて第116位は大井川鉄道で合計ポイント355ポイント。前回順位108位からランクを8つ落としています。 SL 列車や近鉄、南海などの旧型車両が見られます。第115位は熊本市交通局で合計ポイント348。前回順位116位からランクを1つ上げています。市民の通勤通学、買い物、熊本の観光に欠かせない路面電車です。続いて第114位は鹿児島市交通局、合計ポイントは348ポイント。前回119位からランクを5つ上げています。路面電車としては日本最南端の路線として知られています。次に第113位は小湊鉄道で合計ポイント347ポイント。前回102位からランクを11下げています。いすみ鉄道と接続し房総半島横断ルートを形成しています。
続いて第112位は仙台市交通局で合計ポイント346ポイント。前回順位は113位でランクを1つ上げています。キロ当たりの損益が2億1688万円となっておりますが、これは2015年開業の東西線の建設費消化によるものです。続いて第111位は松浦鉄道で合計ポイント346ポイント。前回順位122位からランクを11上げています。一般鉄道としては日本で最西端の路線であり、田平平戸口駅は一般鉄道の最西端の駅としても知られています。続いて第110位は若狭鉄道、合計ポイント345ポイント前回順位121位からランクを11上げています。圧縮空気を使った SL 列車やその他車両の運転体験が可能です。続いて第109位はひたちなか海浜鉄道で合計ポイント341ポイント前回順位125位からランクを16上げています。地域に密着したサービスで好調で、日立海浜公園までの路線延長も決定しています。第108位は江南鉄道で合計ポイント341ポイント前回の順位は117位でしたのでランクを9つ上げています。青森県弘前市を拠点に2つの路線を持つローカル施設です。続いて第107位は熊本電気鉄道で合計ポイント330ポイント前回順位が106位でしたのでランクを1つ下げています。熊本に2つの発着駅を持つローカル施設です。続いて第106位は上信電鉄で合計ポイント323ポイント前回順位110位から4つランクを上げています。世界遺産富岡製糸工場やこんにゃくの産地下仁田への路線です。続いて第105位は伊勢鉄道で合計ポイント321ポイント前回順位95位からランクを10下げています。関西本線と紀勢本線の短絡線として JR の列車も多数運行されています。第104位は静岡鉄道で合計ポイント320ポイント前回順位から変わりません。新静岡と新清水を結ぶ静岡市民の通勤通学路線です。続いて第103位は湘南モノレール、合計ポイント319ポイント前回順位109位から6つランクを上げています。ジェットコースターのようなアップダウンの多い路線として知られています。第102位は京福電気鉄道、合計ポイント319ポイント前回順位100位からランクを2つ下げています。嵐電の愛称で知られる嵐山への路線と比叡山へのケーブルカーを運営しています。第101位は柏臨海鉄道で合計ポイント315ポイント前回順位103位からランクを2つ上げています。大洗鹿島線は未成線を第三セクターとして開業した初めての路線としても知られています。さてここからはベスト100となります。第100位は神戸住まいまちづくり公社、合計ポイントは313ポイントで前回順位115位から15ランクを上げています。六甲山やマヤ山へのロープウェイケーブルカーを運営していますが、ここでの数値はマヤケーブル扱いのみとなっています。続いて99位は阪海電気軌道で合計ポイントは308ポイント前回順位94位からランクを5つ下げています。大阪南部天王寺新間宮から堺への路面電車です。第98位は天城鉄道です。合計ポイントは302ポイント前回順位97位からランクを1つ下げています。地方交通線を継承した第三セクター路線としては非常に良好な業績です。第97位は土佐電交通で合計ポイント299ポイント前回順位93位から4つランクを落としています。こちらは高知市内の路面電車ですね。通勤通学、播磨屋橋などへの観光名所への足として知られています。第96位は筑豊電気鉄道で合計ポイント297ポイント前回順位101位から5つランクを上げベスト100に入りました。車両は路面電車ですが、路線には軌道線はなく全て鉄道線です。第95位は水島臨海鉄道で合計ポイント295ポイント前回順位107位からランクを12上げています。倉敷を起点に旅客貨物双方を営業しています。第94位は富山地方鉄道で合計ポイント295前回順位90位からランクを4つ落としています。富山市内の軌道線、立山宇奈月温泉への鉄道路線を運営しています。第93位は富山ライトレール、合計ポイント290ポイント前回順位128位から35ランクを上げベスト100に入りました。 JR 富山港線を LRT 化した路線として知られておりまして、
2020年に富山地鉄に吸収合併されましたので、このランキングに登場するのも今回が最後になりそうです。第92位は IGR 岩手銀河鉄道で、合計ポイント289ポイント、前回順位98位からランクを6つ上げています。東北新幹線開業地に経営分離された東北本線の岩手県内路線を継承した第3セクターです。第91位は信楽高原鉄道で、合計ポイント288ポイント、前回順位96位からランクを5つ上げています。信楽はタヌキの焼き物で知られる信楽焼きが非常に有名です。第90位、名古屋ガイドウェイバスユトリートライン、合計ポイント287ポイント、前回順位75位から15ランクを落としています。見た目はバスですが、ガイドレールを備えた専用軌道を走るため軌道法対象となっています。第89位は青い森鉄道で、合計ポイント270ポイント、前回順位86位からランクを3つ下げています。東北新幹線開業時に経営分離された東北本線の青森県内路線を継承しています。第88位は伊豆箱根鉄道で、合計ポイント268ポイント、前回順位76位からランクを12下げています。伊豆と箱根で鉄道事業を行っており、寸津線では JR の特急踊り子が修善寺まで乗り入れています。第87位は豊橋鉄道で、合計ポイント267ポイント、前回順位80位からランクを7つ落としています。豊橋を拠点に鉄道線と軌道線を運営しております。名鉄の子会社でもあります。第86位は北九州高速鉄道、合計ポイント266ポイント、前回順位67位から19ランクを落としています。こちらは北九州市の南北を貫く北九州モノレールを運営しています。第85位は長崎電気軌道で、合計ポイント257ポイント、前回順位84位からランクを1つ落としています。長崎市内の路面電車で、長崎観光には欠かせない交通手段です。第84位は黒部峡谷鉄道で、合計ポイント256ポイント、前回順位81位からランクを3つ落としています。宇奈月温泉から黒部峡谷への観光鉄道で、もともとは資材運搬用の路線でした。第83位は関東鉄道、合計ポイント256ポイント、前回順位78位からランクを5つ落としています。茨城県内に2つの路線を持つ地方私鉄で、京成電鉄の子会社です。第82位は水間鉄道、合計ポイント255ポイント、前回順位79位からランクを3つ落としています。2005年に経営破綻後、うどんチェーンのグルメキネ屋が支援し、現在も完全子会社です。第81位は養老鉄道で、合計ポイント253ポイント、前回順位82位からランクを1つ上げています。近鉄の子会社で、三重県北部と岐阜県南部を結ぶローカル路線です。第80位は四国ケーブル、合計ポイント251ポイント、前回順位91位からランクを11上げています。こちらは矢栗ケーブルを運営する事業者です。第79位秩父鉄道、合計ポイント246ポイント、前回順位99位からランクを20上げています。秩父地方のローカル線で SL 列車を運行し、長瀞渓谷などへの観光輸送も行っています。第78位はアルピコ交通で、合計ポイント246、前回順位88位からランクを10上げています。松本と近郊の地元の足、上高地へのアクセスルートとして知られています。第77位は愛の風富山鉄道で、合計ポイント245、前回順位89位からランクを12上げています。北陸新幹線金沢開業時に経営分離された在来線富山県内部分を継承した第3セクターです。第76位は福島交通で、合計ポイント245、前回順位73位からランクを3つ落としています。福島近郊の通勤通学路線、そして飯坂温泉へのアクセスルートとしても知られています。第75位は長野電鉄です。合計ポイント242ポイント、前回順位87位から12ランクを上げています。旧式のロマンスカーや成田エクスプレスを特急列車として運行しています。第74位は比叡山鉄道で、合計ポイント242ポイント、前回順位85位からランクを11上げています。比叡山東側のアクセスルート、通称坂本ケーブルと呼ばれています。第73位は智頭急行で、合計ポイント240ポイント、前回順位83位からランクを10上げています。鳥取への特急運行により、全国の第3セクターでトップの収益性を誇っています。
第72位は広島電鉄で合計ポイント233ポイント。前回順位66位からランクを6つ下げています。こちらは広島市内の併用軌道、宮島口への専用軌道にて、通勤通学、市内宮島への観光なしとして知られています。続いて第71位、愛知環状鉄道で合計ポイント233ポイント。前回順位64位からランクを7つ下げています。こちらはなぜ JR が継承しなかったのか、今でも JR が継承すべきだったと言われている路線です。第70位は信濃鉄道で合計ポイント232ポイント。前回順位72位からランクを2つ上げています。北陸新幹線長野開業時に信越本線を継承した第3セクターです。北陸新幹線が金沢まで延伸した際には長野以北の部分も継承しています。第69位は立山黒部観光。合計ポイント230ポイント。前回順位70位から1つランクを上げています。こちらは立山黒部アルペンルートのケーブルカー、立山のトロリバスなどを運行しています。第68位は六甲山観光で合計ポイント217。前回順位71位からランクを3つ上げています。六甲山でケーブルカーと路線バスを運営していますが、ここでの数値はケーブルカーのみの数値です。第67位、仙台空港鉄道、合計ポイント213ポイント。前回順位74位からランクを7つ上げています。JR と一体運用されており、仙台駅と仙台空港を直通しています。第66位、伊豆急行、合計ポイント213ポイント。前回順位63位からランクを3つ落としています。伊豆半島の観光路線で、JR から特急踊り子、サフィール踊り子が乗り入れています。第65位は、つくば観光鉄道で合計ポイント212ポイント。前回順位59位からランクを6つ落としています。ケーブルカーとロープウェイを運営していますが、ここでの数値はケーブルカーのみです。第64位、叡山電鉄、合計ポイント205ポイント。前回順位69位からランクを5つ上げています。こちらは、鞍馬・比叡山へのアクセスルートとして知られております。第63位は、嵯峨野観光鉄道です。合計ポイント204ポイント。前回順位77位から14ランクを上げています。山陰本線の急線を使った保津川沿いに走る非常に風光明媚な観光鉄道で、京都の人気アトラクションの一つとなっています。第62位は伊予鉄道で合計ポイント198ポイント。前回順位65位からランクを3つ上げています。松山市の通勤通学、道後温泉松山城への足として知られています。第61位は富士急行です。合計ポイント197ポイント。前回順位60位からランクを1つ下げています。こちらは河口湖、富士山への観光鉄道としての側面が非常に強く、JR からの特急も乗り入れています。第60位は高松琴平電気鉄道で、合計ポイントは195ポイント。前回順位61位からランクを1つ上げています。琴電の愛称で知られ、高松市と近郊を結ぶ3つの路線を持っています。第59位は江ノ島電鉄、合計ポイント188ポイント。前回順位51位から8つランクを落としています。江ノ電という通称で呼ばれることが多く、江ノ島、鎌倉への観光、そして周辺地域の通勤通学路線となっています。第58位は四日市あすなろう鉄道で合計ポイント188ポイント。前回順位68位から10ランクを上げています。こちらは近鉄の傘下ですが、四日市市が鉄道施設を持つ上下分離方式が取られています。続いて57位は能勢電鉄で合計ポイント182ポイント。前回順位56位からランクを1つ下げています。車両をご覧になってお分かりいただけるように、こちらは阪急電鉄の完全な子会社で、阪急からの譲渡車両で運行されています。第56位は神戸電鉄で合計ポイント177ポイント。前回順位57位からランクを1つ落としています。神戸新開地駅から市内北部、三田、有馬温泉、小野などを結ぶ地方施設ですが、最近非常に厳しい経営状態が続いています。第55位は JR 九州で合計ポイント174ポイント。前回順位54位からランクを1つ落としています。JR 三島会社の中で唯一完全民営化を果たしており、不動産など鉄道外事業が大変好調です。第54位は遠州鉄道で合計ポイント171ポイント。前回順位58位から4つランクを上げています。浜松市内中心と郊外を結ぶ地方施設です。
第53位は埼玉新都市交通で合計ポイント164ポイント、前回順位47位からランクを6つ落としています。通称ニューシャトルと呼ばれています。大宮駅から鉄道博物館への足としてもおなじみですね。続いて第52位は横浜シーサイドラインで合計ポイント154ポイント、前回順位50位からランクを2つ落としています。新杉田駅と金沢八景駅を結ぶ海沿いを走る新交通システムです。第51位は IR 石川鉄道で合計ポイント152ポイント、前回順位48位からランクを3つ落としています。北陸新幹線金沢延伸に伴い経営分離された在来線の石川県内路線を継承しています。北陸新幹線敦賀延伸時においては大正寺駅までの部分も継承する予定です。さてここからはベスト50となります。第50位は神戸市交通局で合計ポイント148ポイント、前回順位43位から7つランクを落としています。こちらは神戸市内に5つの地下鉄路線を運営しています。第49位は広島高速交通で合計ポイント146ポイント、前回順位55位からランクを6つ上げています。こちらは通称アストラムラインと呼ばれる新交通システムを運営しています。続いて第48位は神戸新交通で合計ポイント143ポイント、前回順位42位からランクを6つ落としています。神戸でポートライナーと六甲ライナーという2つの新交通システムを運営しています。第47位は JR 西日本で合計ポイント141ポイント、前回順位45位からランクを2つ下げています。 JR 本州3社の一つで山陽新幹線、北陸新幹線の一部、西日本の在来線の大半を運営しています。第46位は山陽電気鉄道で合計ポイント141ポイント、前回順位52位から6つランクを上げベスト50に入りました。こちらは神戸と姫路を結ぶ準大手私鉄で阪神との相互乗り入れを行い、梅田までの直通特急を運行しています。第45位は高尾登山電鉄で合計ポイント136ポイント、前回順位37位から8つランクを落としています。高尾山でケーブルカーとリフトを運営していますが、ここでの数値はケーブルカーのみとなっています。続いて第44位は西日本鉄道で合計ポイントは130ポイント、前回順位46位からランクを2つ上げています。福岡市とその近郊を結ぶ大手私鉄で通称西鉄と呼ばれています。第43位多摩都市モノレールで合計ポイント130ポイント、前回順位32位から11ランクを落としています。多摩地域を南北に縦断し富士山がよく見える路線としても知られています。第42位は愛知高速交通、合計ポイントは122ポイントで、前回順位53位からランクを11上げベスト50に入りました。こちらは日本初のリニアモーターカーの常設路線です。第41位は北大阪急行電鉄で合計ポイント122ポイント、前回順位44位からランクを3つ上げています。江坂駅から千里中央駅までの路線で大阪メトロ御堂筋線と一体運用されています。第40位は東京モノレール、合計ポイント122ポイントで、前回順位39位からランクを1つ落としました。浜松町から羽田空港へのアクセス路線で JR 東日本グループの一員です。第39位は京都市交通局で合計ポイントは122ポイント、前回順位38位からランクを1つ落としました。京都市内に2つの地下鉄路線を運営しており、近鉄京都線、京阪京神線が乗り入れています。第38位は沖縄都市モノレール、通称ゆいレールです。合計ポイント121ポイントで、前回順位36位からランクを2つ下げました。那覇空港、市内、新都心などを結ぶモノレールで沖縄県で唯一の鉄道です。第37位は名古屋臨海高速鉄道青波線で合計ポイント120ポイント、前回順位35位からランクを2つ落としています。貨物線を旅客化しレゴランド、リニア鉄道間へのアクセス路線として知られています。第36位は新京成電鉄で合計ポイント120ポイント、前回順位40位からランクを4つ上げています。その名の通り京成電鉄の子会社で、千葉郊外を走る関東地方唯一の準大手私鉄です。第35位は JR 東日本、合計ポイントは119ポイント、前回順位33位からランクを2つ落としました。東北、上越、北陸新幹線などを運営する日本最大の鉄道事業者です。
第34位は千葉都市モノレールで合計ポイント114ポイント。前回順位41位から7つランクを上げています。総延長 15.2km は懸垂式モノレールとして世界最長の路線距離だそうです。第33位は名古屋鉄道、通称名鉄。合計ポイント92ポイントで前回順位34位から1つランクを上げています。名古屋から豊橋、岐阜、中部空港などを結ぶ大手私鉄路線です。第32位は南海電気鉄道で合計ポイント91ポイント。前回順位30位からランクを2つ落としています。難波を拠点に和歌山、関西空港、高野山を結ぶ大手私鉄です。第31位は仙北高速鉄道で合計ポイント90ポイント。順位は前回と変わりません。南海グループの準大手私鉄で多くの列車が南海高野線に直通運転しています。第30位は近畿日本鉄道、通称近鉄。合計ポイントは89ポイントで、前回順位29位からランクを1つ落としました。民鉄としては日本最大の路線網を持ちます。また多くの特急列車を運行していることでも知られています。第29位は北信急行電鉄で合計ポイント87ポイント。前回順位49位からランクを20上げました。2020年に神戸市に譲渡され、現在は神戸市営地下鉄北信線となっています。ランキングに登場するのもこれが最後かと思われます。第28位は札幌市交通局で合計ポイント85ポイント。前回順位27位からランクを1つ下げました。地下鉄線3路線運営し、この数値には札幌市電も含まれておりますが、2020年に札幌市電部分は分離されました。第27位は京成電鉄で合計ポイント84ポイント。前回順位26位からランクを1つ下げました。上野を拠点に千葉成田空港への路線として知られています。第26位は福岡市交通局で合計ポイント83ポイント。前回順位28位からランクを2つ上げました。福岡市内に3つの地下鉄路線を運営しています。第25位は大阪高速鉄道、大阪モノレールで合計ポイント79ポイント。順位は前回と変わりません。伊丹空港から千里万博公園を経由し、門真市まで大阪の外周を走る路線です。第24位は横浜市交通局。合計ポイント72ポイントで順位は前回と変わりません。こちらは横浜市内に2つの地下鉄路線を運営しています。第23位は京王電鉄。合計ポイント72ポイント。前回順位20位でしたので、そこから3つランクを落としています。東京と神奈川県北部を結ぶ路線網を持ち、1372mmという珍しい区間を使用しています。第22位は名古屋市交通局、合計ポイント71ポイントで順位は前回と変わりません。名古屋市営地下鉄6路線を運営しています。第21位は東京都交通局で合計ポイント68ポイント、前回の17位から4つランクを下げ、ベスト20圏外となりました。地下鉄、軌道線、モノレール、そして新交通システムを運営しています。さて、ここからはベスト20となります。第20位は東武鉄道で合計ポイント67ポイント。前回順位21位からランクを1つ上げ、ベスト20に入りました。近鉄に次ぐ2番目の路線距離を持つ私鉄で、多数の特急列車を運行し、近年は SL 列車の運行にも力を入れています。第19位は北総鉄道で合計ポイント67ポイント。前回順位23位から4つランクを上げ、ベスト20に入りました。千葉ニュータウンへのアクセス路線であり、成田スカイアクセス線の一部でもあります。第18位は京阪電気鉄道で合計ポイント64ポイント。前回順位19位からランクを1つ上げました。大阪と京都、大津を結ぶ大手私鉄で、特急にはプレミアムカーや2階建て車両を連結しています。第17位、京浜急行電鉄で合計ポイント55ポイント。前回順位6位でしたので、そこから11位ランクを落とし、ベスト10圏外となりました。品川を拠点に横浜、横須賀、羽田空港へ路線を持っています。第16位はゆりかもめ。合計ポイント50ポイントで、順位は前回と変わりません。新橋と豊洲を結ぶ新交通システムで、お台場へのアクセスルートとして知られています。第15位は舞浜リゾートライン。合計ポイント50ポイントで順位は前回と変わりません。東京ディズニーリゾートの周囲を走るモノレールで、これはアトラクションではなく正式な鉄道路線です。第14位は東急電鉄で合計ポイント48ポイント。
前回順位13位からランクを1つ落としています。東京から神奈川東部で鉄道路線、軌道路線を運営しています。第13位は相模鉄道、通称相鉄で、合計ポイント47ポイント。前回順位は9位でしたので、ランクを4つ落とし、ベスト10圏外となりました。神奈川県内の路線のみでしたが、JR と相互乗り入れで新宿へ進出し、来年の春には東急に乗り入れます。第12位は西武鉄道で、合計ポイント42ポイント。前回順位11位からランクを1つ落としています。新宿池袋を起点に東京西部埼玉に路線を持つ大手私鉄です。第11位は埼玉高速鉄道で合計ポイント41ポイント。前回順位12位からランクを1つ上げました。東京メトロ南北線から埼玉県内への延伸部分の鉄道会社で、埼玉スタジアムへのアクセス路線としても知られています。さて、それではここからベスト10となります。まず第10位です。大阪市高速電気軌道大阪メトロで合計ポイント40ポイント。前回順位は5位でしたのでランクを5つ下げています。大阪市営地下鉄が民営化され大阪メトロになりました。この愛称は国際化を見据えて英語表記となっています。第9位は阪神電鉄で合計ポイント39ポイント。前回順位14位から5つランクを上げベスト10に入りました。大阪と神戸を結ぶ非常に短い距離の大手私鉄で、大阪難波駅では近鉄と接続し相互乗り入れをしています。第8位は横浜高速鉄道みなとみらい線で合計ポイント39ポイント前回順位10位から2つランクを上げています。横浜みなとみらい21地区への路線で東急東横線と一体運用されています。第7位は首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスで合計ポイント38ポイント前回順位18位から11位ランクを上げベスト10に入りました。全線が地下または高架線で踏切がなく、時速 130km での運転が可能な高速鉄道です。続いて第6位は小田急電鉄です。合計ポイント34ポイント前回順位8位から2つランクを上げました。ロマンスカーでおなじみ、東京西部と神奈川県の通勤通学、箱根江ノ島へのアクセス路線として知られています。続いて第5位は JR 東海で合計ポイント27ポイント。前回順位3位からランクを2つ落とし、ベスト3から外れました。収益の大半は東海道新幹線によるもので、東海道新幹線一本足打法とも呼ばれています。続いて第4位は東京地下鉄、東京メトロで合計ポイント27ポイント。前回順位は1位でしたのでそこから落ちてしまいました。JR 東海と獲得ポイント数は同じですが、キロメートルあたりの損益ではこちらが上です。東海道新幹線のような単価の高いものがないにもかかわらず JR 東海の上を行くわけですから、やはり首都圏東京の需要の大きさを感じます。さて、それではここからベスト3です。第3位は阪急電鉄で合計ポイント26ポイント前回順位7位からランクを4つ上げベスト3に入りました。関西大手私鉄の代表格で、高級感漂うマルーの車体は関西の住民の憧れの的です。第2位は東洋高速鉄道で合計ポイント25ポイント前回順位4位でしたのでそこからランクを2つ上げました。東京メトロ東西線の千葉県内延伸部分として建設された路線で、東西線と一体運用されています。そして第1位です。第1位は東京臨海高速鉄道臨海線で合計ポイント22ポイント前回2位でしたのでそこから1位に上がりました。東京都が主体の第3セクターで JR 埼京線と一体運用されています。近い将来 JR 東日本が買収するようなお話もありますが、果たしてどうでしょうか。ということで、以上2019年度のランキングをご覧いただきました。あくまで国土交通省の資料をもとに作成したものですから、ここでランクが高いからといって必ずしも利益が上がっている路線とも言えません。上下分離などによって自治体が多額の経費を負担していることもありますので、このランキングはあくまで目安とお考えください。この年度の最後の2ヶ月はコロナウイルス感染症の影響が出始めた頃です。今回の数字にはそこまで大きな影響を与えていないと思いますが、アトラクションが絡むものや観光需要が大きいもの、空港アクセス線などは数字を落としたかもしれません。次の2020年度におきましては、コロナウイルス感染症の影響が非常に大きく出ますので、ランキングが大きく変動する可能性もあります。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。
次の動画でお会いしましょう。さよなら。